こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。今度の連休の5月1日から6日までゲームウィークという企画に出させていただけることになりました。出演する、枠がありがたいことに多いので、ここでババッと出演日時を発表したいと思います。ポン。はい、こんな感じで5回かな、5回にわたって出番があるので、一つずつ詳細を発表していきたいと思います。まず5月2日のモンスト、このメンツはちょっと異色ですね。赤髪の友、ラブさん、キヨさん、レトルトさん。レトルトさんとは放送の場では、こういうことを一緒にやらせていただくのは初めてなので、どんなことになるのかとても今から楽しみです。続きまして、5月4日の1時から、13時からマイクラのユーザーコラボ、ポケットエディションバージョンですね。でユーザーコラボ枠に関しては前回と同様条件がありまして、マイクラポケットエディションのマルチに参加するための IP アドレス、ポート番号などの入力ができる方、そしてサーバーには人数制限があるので全員は参加できない形となります。ごめんなさい、入れたらラッキーくらいのつもりで参加いただけたらなと思います。マイクラウィークの方では巨大な桜とお花見会場をユーザーさん50人の視聴者さんですねと一緒に作ることができて、とてもすごい盛り上がった素晴らしいものができたので、今回もとっても楽しみです。続きまして5月4日、同じ日ですね、同日5月4日の20時から、これ外ロケ企画でカズさんと一緒にですね、とある場所に行ってきます。またこれも面白いロケ映像が流れるので、こちらもぜひぜひお楽しみにしてください。そして今回最も不思議なお料理枠です。実写チャンネルの方で作ったジオラマをですね、年末年始コラボの、赤髪の友、ペイントさん、シュリさん、ラブさん、この4人で作るので、いや、これは超楽しみですね。シュリさんは作る方よりも食べる方で頑張るとのことでした。こちらぜひ、お昼帯なのでね、番組が見に来てください。そして次は最後の枠ですね、最後というか赤髪の友が出演するのが最後の枠、同日、5月5日の夜の8時、20時から、これヒカキンさんとはじめ社長さんとマイクラポケットエディションのコラボ枠、一応3人でのマイクラとしては2回目になるんで、マイクラ歴は3人の中で一番長いので、うまく皆さんを誘導を優先していけたらなと思います。頑張ります。とまあ、こんな感じでゲームウィーク出演させていただくので、ぜひぜひ見に来てください。時間が合わない方もですね、動画として録画が、チャンネルに残るので、ご安心ください。録画もチェックしてもらえたらなと思います。こんな感じなので、時間が合う放送とかはですね、ぜひぜひライブ配信で見に来てください。直前にツイッターとかで告知するので、そのリンクから飛んできてもらうか、もしくはチャンネルのトップにべったり待ってもらえたら、見逃すことはないかなと思います。ではでは、たくさんのご視聴をお待ちしております。バイバイ。